後継者たちに戻り、ここでは2度にわたってブランドを支えたスターデザイナーエディ・スリマンをフォーカス。1997年リブゴーシュのメンズラインを手掛けることとなったエディ・スリマン、注目の新人だと噂は瞬く間に広がり、衣装には有名バイヤーがこぞって駆けつけた。クラシックのエレガンスに新解釈を施し、さらに繊細なこだわりが詰め込まれた独特な雰囲気で人気はうなぎ登り。その頃の貴重なコメントを聞いてみよう。 It's about sophistication. It has to be luxurious, but in a very natural and fresh way. It's not because you are 50 years old that you have to wear luxurious clothes. I think you can be 20 years old and want to have fabulous clothes, very well made, very traditionally made, but that don't look boring.98年にはクチュールの技術とジーンズを融合させたサンローランジーンズを引っ提げ来日も果たす。番組はその準備風景にもカメラを入れた。パリモード界の巨匠イヴ・サンローランの革新的精神、それをジーンズという素材の中によみがえらせたこのコレクションが象徴するように、少年のようにほっそりとしたロックスタイルが特徴のエディ。その後彼はディオールオムでも大成功、社会現象を巻き起こしたことは記憶にある人も多いだろう。ディオールオムで一時代を築いた後、ロサンゼルスを拠点にフォトグラファーとして活躍。待望のファッション界にカムバックを果たしたのが2013年春夏シーズン。天井からいくつものスピーカーが姿を現しスタートしたウィメンズデビューショー。スキニーなスモーキングや大きなブリム帽を合わせたシースルードレスなどが登場。ブランド名とロゴも一新し、新生サンローランの存在感を放った。14年春夏では71年のスキャンダルコレクションよりリップコートをフィーチャー、パンチのあるスタイルへと革新。数々のメゾンへのオマージュが垣間見えるも、エディ流ともいえる中毒性あふれる魅力で人気に拍車をかけていった。16年2月、自身が拠点を構えるロサンゼルスでアット・ザ・パラディウムという大規模なショーを開催。リブ・ゴーシュスタート50周年を祝したこのショーで、彼は自身の集大成ともいえる圧巻のコレクションを見せた。そして3月、この第2弾と位置づけたパリコレを最後にサンローランを後にした。彼の持つロックスピリッツとムッシュへの強い尊敬の念、この2つをもって新しいイメージを切り開いたのだった。